いいぞ、はい、いいぞっていうね。長島さん、はい、長島さんは、長島さんはブッブッあと彼女の選び方、王さん、おはようございます。おはようございます。輝きゴールデンゴールズ片岡由美です。本題に入らせていただきます。はい、ようやく本題、王監督、長島監督について語ろうのコーナーになります。やはり王さんと長島さん、はい、やっぱタイプが違うので。そうですよね、うん、だから河合さんがプロに入られた時の1年目の監督さんは藤田監督さん、はい、そうですね。で、2年目から王監督なんですよね、はい、で王監督の時から河合さんは試合に、そうですね、1軍に上がったのが2年目ですからね、はい、2年目から、はい、ってことは最初に王監督、うん、の采配といいますか、そうですね、を経験されたわけでしたけど、はい、レッドさんから見てこう王監督と長島監督ってどんなイメージですか？いや、だから長島監督に関しては天真爛漫で、はい、あそうだ、キャッチボールしながらそう、キャッチボールしながらね、キャッチボールしながら、キャッチボールしながらでいいでしょ、はい、僕のイメージからしたら長島監督はもう天真爛漫で、はい、で結構選手の名前を間違えて言っちゃうみたいな、うんうん、そういうのがあったりとかして結構お茶目な部分があると、はい、で王さんはものすごい真面目だと、うんうん、はい、完璧主義者だっていうふうなイメージなんですが、うん、はい、その辺のところは河合さんどうなんでしょうか？王さんは、はい、僕はいろんな監督さんに携わりましたけど、勝負に対する執念が一番表に出る、そういう方でした。表に出る、激しかったです。なるほど、うちに秘めたじゃなくて、はい、もうガンガンもうベンチでこうカーッとなってる王さんっていうのが、そういうイメージが僕は強かったです、ね、ということは、はい、負けてる試合なんてのはものすごい荒れてるわけですか、はい、王さん、うん、ただ怒りをどこにぶつけていいのかわからないような感じでベンチでもうぐーっと我慢してる、そういう雰囲気ありました。そうか、そのでも勝利に対する執念というのは今のソフトバンクにつながってるわけですね。あ、それはもうすごいあると思いますね。そういうことですよね、はい、だからやっぱりそれがあって、まあ、ジャイアンツの時にも日本一にはなれなかったですし、はい、優勝はしたけど、まあ、日本シリーズでダメで、はい、でもやっぱりそういう悔しさ、あとはまあそのダイヤホークスに行ってからもそのすごいこう弱い時期があったじゃないですか、はい、でもそういうことにもやっぱりこう耐えて、はい、そのだんだん王さんも多分変わっていったんじゃないかなと思いますね。そうなんだ、はい、で今の話だけ聞くと、うん、じゃあ王さんは負けず嫌いで、はい、じゃあ長島さんはどうだったんだと、はい、ことになりますけれども、そうですね、長島さんはまあ第二次政権だったので、はい、第一次政権の話を聞くと選手にもかなり、まあ、ちょっとこう言葉は悪いですけどちょっと手を挙げたりとか、ね、なるほど、その愛の鞭を、ね、はい、愛の鞭があったね、やられたっていう話はすごく聞いてたんですね、はいはい、ですけど二次政権の時はそういうことは一切なかったです。あ、そうなんですか、はい、で長島さんは表向きにはベンチとかでは、はい、うん、いいぞ、はい、うん、いいぞっていうね、はい、うん、うん、よく言ったとかね、はい、表向きは、あとは意外にベンチでのちょっとマイナス思考、うん、うん、これやられるぞ、うん、やられるぞ、うん、フルミやれたみたいなところが意外にあったというんですね。ベンチで声を出したりするときに、はい、ちょっとマイナス的なことをベンチで、はい、声を出すんです。長島さん意外に声出すから、はい、ベンチでね、はい、でそれに対して僕たちはベンチにいて、はい、いやいや大丈夫大丈夫大丈夫、いけるよいけるよとか言って長島さんの声を打ち消すかのように、はい、僕なんかベンチ行った時に声を出して、なるほどなるほど、はい、へー、いけるいける大丈夫とかって言って、でなんかそういう風に言う感じでしたね。めちゃくちゃ意外な一面ですね。そうです、それってなかなか表に出てないですね。出てないと思いますよ。なんかすごいこうプラスの発言が多い方っていう風に、スーパーポジティブと思ってましたけれども、はい、はい、うん、すごいカメラに常に抜かれるじゃないですか、はい、うん、ですから、まあ、長島さんが喋ってる言葉はカメラ音声には多分入らないですよね、はい、だからまあそのベンチにいる時には常にこうなんかどっかこう足をこうかけてね、はいはいはい、こうとかね、見せ方を分かってらっしゃいます、うんうん、とかってこう、はい、うんとやりながらやってたでしょ。やってました、はいはい、でも一旦負けたりした後とかベンチ裏に下がったりした時にはコーチ室とか入ると
意外に激しい一面を見せたという、そういう話は僕らあのコーチ陣に聞いたことあります。河合さん も、はい、もう同世代なんで分かると思うんですけど、はい、サムライジャイアンツってアニメがあったありましたね、はい、あの時にバンババンが、はい、舐めたピッチングをした時に、はい、長嶋さんに殴られてる、うん、はい、で殴られて後ろの壁ごと吹っ飛んだんですよそういうシーンがあるんですけど、はい、っていうことはあれはまんざら嘘じゃない的なことですか。長嶋さんはそういう愛の鞭を、例えばまあ江川さん、中畑さん、西本さんとか佐藤岡さんのああいう世代の方たちは多分そういうことはあのそういうことがあったっていう話は聞いたことあります。なるほど、はい、へえ、すごい、そうみたいですよ。だから長嶋さんはあの昔第一次政権の時はそれであのベンチにあったなんかこう炭を燃やすような硬い火鉢をね、はいはいはい、ギューッと蹴って、はい、で足をちょっとこう骨折したっていうような噂を聞いたことあります。なるほどなるほど、なるほどなるほど。それぐらい結構そういうあのちょっとこう劇場するところはあったという話はあの聞いてましたので、なるほど、僕なんかはそういうイメージで第二次政権の時にもそんな感じかなと思ってたんですけど、そういうことは表向きとか選手に対しては見せなかったです。そのお二方から、はい、そのアドバイスをしてもらったことで覚えてらっしゃることってあります？王さんはですね、はい、王さんは僕あのバッティングを指導してもらったのと、はい、あと彼女の選び方、王さんちょっと教えてもらっていいですか？彼女の選び方、はい、まあ、彼女っていうかあの奥さんの選び方、はあ、まずはプロ野球選手はね家を空けることが多いし、うん、でまあその子供とかいればね、まあ、奥さんが父親代わりもしなきゃいけない。なるほど。だから基本健康で元気な女性を奥さんにもらいなさい。はあ、まあ、その時は、まあ、僕は岡山っていうのも知ってたからあの田舎の子でっていう言われました。はい、そんなことを言われたことを覚えてますね、すごく。なるほど、はい、で結果河合さんは、はい、それを、信じて、はい、今の奥さんはそういうことですか？岡山出身、岡山出身で、で、はい、まあ、あの一応6人も子供産んでいてくれたので。河合さん6人なんですか？はい、6人もいらっしゃるんですね、はい、工藤さんが5人で河合さん6人すごい、はい、だからバントの数と子供の数は多分プロで一番かもしれないですね。そうですね。すごいな。すごい。あ、そうなんです。あ、もうあれ、それは王さんのおかげです。なるほど。そういうことですか。いやすごい。奥さんもやっぱり大変ですよね。6人もお子さんがいらっしゃると。そうですね。で、ね、河合さんがこうプロだからプロ野球で遠征でこう家を開けられる中お一人で見られてたわけですから。はい、もうだから子供の教育はもうほとんどね、あの妻がしっかりとやってくれたおかげで、はい、まあ、あの順調に育っております。いや、はい、あのヒーローインタビューの時にお子さんの名前を呼ばれたの、はい、そうですね、ねえ、はい、あれ覚えてますよ。なかなかあのお子さんの名前呼ぶっていうのはないですよね。なかったですね、今までは。それまでなかったです、まあ、あれはあのロッキーの真似しただけですから。なるほど、映画のロッキーの、はい、ちょうどその頃ロッキーが流行ってて、はい、あれなのロッキー4だったかな、ロッキー、はい、はい、それであの多分海外で戦って勝った時にテレビ の、 その最後のヒーローインタビューで、うん、あの息子の名前を呼んだっていうね、はい、あれをねちょうど、10.8 ぐらいの シーズン後半に僕見たんですよ。はい、なるほど。あ、プロのヒーローインタビューでもこんなことができたらいいなってその時その見た時にそうちょっと思ってたんですよ、うん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 、偶然子供たちを呼んだあれドームの最終戦だったんですよね、はいはい、94年の、はい、でその時に偶然僕は ヒーローインタビューに呼ばれる形になって、はい、今でしょおここしかないでしょ、ここしかないでしょと思ってそのヒーローインタビューの、あのアナウンサーのマイクをつかみ取って、はい、もうそんな話いいじゃないですか。はい、なんかもうちょっとなんかちょっとあのマイナス的なことをね、うん、シーズンちょっと苦しくなってきてみたいなことをなんか言われたんで、はい、
もういいじゃないですか、うんうん、ちょっと貸してくださいって言って喋って、うんうん、うわすごい、はい、そういうことがあったんですね。あったんです。まさかロッキーを見てっていう。そう本当ですよね。はい、そこはい、ロッキーとは思わなかったですね。いや面白いですね、はい、そうなんですよ。バッティングはですね、はい、バッティングは詰まるなって言われました。え、泳いでもいいってことですか。そういうことです。へ、詰まるな、詰まったら勝負にならないって言われました。だから少し前目でバットの先っぽで打つぐらいで打たないとやっぱり飛ばないって。これはもうストレートも変化球もそれぐらいのイメージでいかないと勝負にならないからって言われて、詰まるなって言われました。ってことは基本的に全部前で打てってことですか。そうです。じゃないと弾き返せないから、だからそれで、まあ、当然ストレートも少し前目で打った方が、当然前の足より前で打った方がいいし、はい、で変化球だと当然緩いわけですから、はい、泳ぐのは当たり前、泳いでも前で捉えたらヒットになる可能性、詰まったら勝負にならないよって言って言われたのはすごい覚えてます。これ今のこの令和の野球でもやっぱそうですかね。まあ僕は変化球は絶対泳ぐと思ってるので。なるほど。泳いだ形でいかに泳いで普通、泳ぐのが普通だと思います。ということは変化球は曲がった後じゃなくて曲がりっぱを狙うってことですか。そうですね。あの曲がりかけのところで、あっとストレート行っても変化球になった時にポンってこういうふうに体勢がグリップが残ってて、体勢が残っときさえ、ヘッドのあのバットのヘッドが残っときさえすれば泳いでもポンと、はいはい、まあ、坂本なんかとか、はいはい、例えば篠坂さんなんかもこうポンとこういうふうにやるじゃないですか、はいはい、だからそういうイメージですね、はい、まあ、それはあのソフトバンクのバッターたちはみんな多分そういう感じですよ。とにかくしっかり振って前で捉えて遠くへ飛ばせっていうのが、例えばあの当時の大英の国防、はい、松中、はい、井口、はい、城島、はい、ああいう選手たちのスイングはどっちかというとそういう感じですよ。確かにもう城島さんこうですね、もう手前でバーッと捉えて打つイメージが強いじゃないですか、はいはい、でそれが根付いて今の、柳田とか、はい、ところにこうだんだん流れてきてるわけですね。なるほど、はいはい、で王さんからはそのような話を、はい、そうですね、はい、で長嶋、長嶋さん、はい、長嶋さんは、長嶋さんは僕は長嶋さんはやっぱり周りにすごい気を使われる方。なるほど。そのマスコミとかファンの方にすごいこう気を使ってジャイアンツのいいところを見せなきゃいけないっていう、なんかそういう雰囲気がすごい長嶋さんあって、はい、だからそのファンサービスとかそういうものにもすごいこう気を使われて、だからやっぱり常にいい試合をしようっていうのがすごくあって、うん、選手みんなが言われたことは、年間戦ってると例えばジャイアンツが0点で0対10とかで東京ドームでも負けることあると、はい、でもこの日しか球場に見に来れないお客さんだっているわけ、はい、だから負けててもとにかく最後まで全力尽くしてちょっとでもいいプレーをねファンの人に見せてあげなきゃいけないんだっていうのを言ってたのを僕すごい覚えてます。なるほど。プロの選手ってのは見られてる、だからその中でやれることの喜びをね、うん、ちゃんとグラウンドで表現しなさいみたいなことを、そういうのをよく言われてましたね。なるほど、はい、はあ、個人的にはないんですか、うん、その個人的にはバントこうだよとか。はい、いや、バッティングはとにかく右足だって言ってました。右足、ちょっと教えてもらっていいですか。はい、長嶋さんの右足のこの ねじりというか踏ん張りね、はい、ここを軸足をとにかくこうグッと、ここによく今言われてる股関節に入れるみたいな感じですね、はい、ここ、はい、でここにちゃんとしっかりやって、でステップし行って打ちに行くときにこのももの内側をね、はい、これを前の足のところにこうとこうくっつけるかのようにグッと右の腰をこう前出すって言って、はい、でその時にその長嶋さんがブッブッわかるかって言って、わかりやすいですね。これあの長嶋さんがこう教えてもらってる時に、はい、面白くなって笑いそうになったことないんですか。いやいや、でもまああのそういう噂も聞いてましたので、はい、あ、やっぱりそうなんだなと思いながら、さすがに笑うことはできないですね。笑わなかったですね。だからあの
その当時松井秀喜が93年に入ってきて、はい、その年から長嶋さん復帰じゃないですか、はい、松井秀喜のスイングを見てるとそのブッっていうのはよくわかります。松井秀喜のスイングってまあ、上半身どっちかというとそんなにすごいかっこいい感じのスイングじゃ、はい、僕はないと思うんです。おっしゃる通りです。正直これ正解なのかなっていう素振りですよ。素振りじゃないですか、はい、だけど後ろの足だけ見てください。彼は絶対ってこうやってやってます、はい、これは回すとかじゃなくて、うん、そこにくっつそう、ちょっとここじゃ言えないですけど、はい、あれを挟めてですよね、はい、あゆみちゃんがいるのであんま言えないですけ けどあれを挟めと、そうあれを挟め、これまで野球20年ぐらいやってたんで何回か聞いたことあります。ありますね、はい、あれを挟めと、ね、そう。これはでもなんでこうだとダメなんですか理論的に、ま、後ろの腰がこれだけだとここで止まるじゃないですか、はいはい、これがこう出ると、はい、ここで止まるじゃないですか、はい、これだとスイングはここまでしかいかないわけです、はい、でもこれがこうなると、はい、勝手にこうな、こうやってやると、うん、ここまで振れるじゃないですか、はいはい、振り切れるってことですか。まあそうですね、はい、でもその時にここは開いちゃダメ。まあダメですね。壁、まあ、ある程度壁を作った中で、まあ、最後こう打った後にこうなるのは はいはい、いいんですけどね。ただまあその打ち方としては例えばセンターからこうちょっと僕らがやったらレフト方向に強い打球をこう引っ張るような時にはある程度腰はこう回らなきゃいけないですけど、例えばライト方向へ打つ時っていうのはこうなると打てないんで、はい、これでいいわけです。なるほど。その時はこっちでいいと、はい、右のかかとをちょっと押さえてね、カーンとこういうふうに押さえた状態で、だからその打球が飛ぶ方向へ後ろの足もこういうイメージでこうやっていくといいわけです。あ、すみません、キャッチボールしながらやってほしいですね。はい、そういうことですね、はい、そこにそういうふうにつながっていくわけですね。面白いですね。そういうことなんだ、はい、長嶋さんと王さんとご飯とか食べに行かれたことあるんですか、はい、ね、王さんはない。まあ、全員で食べることはありましたけど、はい、長嶋さんは数名の選手とお寿司とかステーキは食べに行ったことが何回かあります。その時は野球の話をされる。まあどうですかね、あんまり長嶋さん難しい話されたイメージってあんまりないですね。なるほど、へえ、はい、うん、美味しいだろ、かわいいどうだどうだ、美味しいだろ、うん、なって言ってこんな感じです。長嶋さんに見えてきましたよ、ね、さということで今回は長嶋監督、王監督について語っていただきました。次世代の応援は王は大谷翔平、 N は俺だという方、チャンネル登録、いいねの方よろしくお願いします。そしてこんなこと聞きたいななどありましたらコメント欄の方にぜひ書いてください。それでは河合さん、今回もどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。